よし。こんにちは。シドニーの姿勢矯正セラピストの庄司です。今日もですね、皆さんの腰が楽になるようなストレッチをご紹介させてください。これも結構簡単にできるんですけれども、これでちょっと使ってほしいものがあります。それは、これ。こういうものをご家庭なり、ご自分の職場なりに用意していただきましょう。これタウンページとか、その電話帳だとか、あと、レンガだとかでも何でも OK です。代用できるのであれば。これを使って腰の痛みを軽くしていきますよ。手がこうです。ちょっと置きますね。こんな感じかな。よし。これブロックありますね。これを壁の外、横側に置きます。はい、置きましたね。そしたら行きますね。右足の親指の付け根、人差し指の付け根、をさっきのブロックの上に乗せます。ちょうどつま先が上に上がって、でかかとは床につけます。こんな感じです。そこから壁にちょっと手をついてバランスをとってください。なんだったらこっちにね、なんか椅子だ、椅子の背もたれかなんか置いてバランスとってくださいね。はい、そしたら右足はもう動かさない。左足いきますよ。左足をなんとどん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 、どんどん前にやってほしいんですよ。よいしょ。どん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 前にやっていく。そうすると、今、右足のふくらはぎのあたり、アキレス腱と言われるあたりがものすごく伸びてませんか？後ろに来てる方のかかとだとか、ふくらはぎものすごく伸びてませんか？ここからさらにいきます。ここから皆さんね、こういうふうに上半身前に行っちゃってると思うんですよ。これを上半身よいしょと、かつ首もよいしょと、ちょっと切れてるけど上げましょうと。そしたらもっともっとふくらはぎのあたり張るじゃないですか。はい、体が柔らかい人はもっともっと前に行っても大丈夫。僕これぐらいで十分です。これでふくらはぎ、アキレス腱あたりの筋肉をピューッと伸ばしております。正常の長さにしてあげましょう。これで30秒。はい、30秒例えばこれでホールドしましたとなったら、足を下ろすのは、下ろすんではなくて、こっち足、前に来てる方の足をゆっくりと後ろに持っていって、ストレッチしてる方の足を戻すと。こんな感じですね。反対も行きましょうか。反対、ちょっと反対向こうかな。左側の親指だとか、親指だとか人差し指だとかの付け根、置きまーす。はい。壁に手をついてバランスとって、右足をちょっとずつちょっとずつ置いて、ちょっとずつちょっとずつストレッチして、はい、上骨盤だとか上半身まっすぐ。はい、これでどうでしょう。人によってはね、パッツンって張ってて、あ、これもうこれ以上いけないっていう人いると思うんですよ。もうそういう人はふくらはぎが硬すぎ。ふくらはぎの筋肉っていうのはもう全身の筋肉を影響してますから、ここが硬いとぎっくり腰だとか腰痛になりやすいです。本当に僕が見てきた、ぎっくり腰患者さんはもうほぼほぼ大概ふくらはぎあたりもう めちゃくちゃに硬いですね。ですので、ふくらはぎが硬い人、よく歩く人、立ち仕事の人、よくハイヒールを履く人はもうこういうストレッチをして筋肉を正常な長さにしてあげること、これが何よりも怪我の予防につながりますよ。俺の顔見てないな。まあいいや。はい、行きましょう。これで30秒ホールドしました。足を、後ろ足を、前足を後ろにしていって、はい、おしまいです。と。こんな感じになりました。簡単にできますし、ものすごく効果があるものなんで、やってみてください。姿勢矯正セラピストの庄司でした。いやー。